じゃあな。お前たちとは一旦お別れだ。一足お先に妖魔界へ行ってるぜ。うん、頑張ってね、エンマ、カイラ様。俺たち急いで力を手に入れるから。急いで手に入れたような力で大丈夫なの？ああ。よく来てくれた、ヌラリ、カイラ。早速だが、妖魔界の状況が知りたい。これまでにソラナッキの戦いについて報告を頼む。はい。過去のエンマ舞踏会で力を使い果たしたソラナキは、再び時空を超え、この時代に妖魔界に出現しました。あ、これが現在？ソラナキユリスで多くの妖怪を死に任せ、街を混乱させた後、エンマ宮殿の上空に移動。現在我らの集めた妖魔兵と交戦中です。あ、今、現在戦いよ、マジで。ああ。今は風神雷神に戦いに指揮を任せている。しかし、街にはまだ戦いのものが残されている状況だ。ええ。フクロウに魔除けの結界を守らせているが、奴の妖力ではどこまで持つことか。はい。今すぐみんなを助けないと。カイラ様、私たちを妖魔界に連れて行って。いや。ダメだ。それは断じて許さない。ええ、なぜ？どうして俺たちだって戦えるのに。はあ、今の妖魔界は、ソラナキウリスに満ちた危険な世界と化している。人間であるお前たちにとっては、猛毒に等しいのだ。決して耐えることはできん。え、じゃあどうすれば。お願いします。でも、このまま人間界でじっとしてるなんて、私たちにはできません。うん。何か策はあるのか、カイラ。うん。無論だ。我々がここに来たのは、お前たちに泣くことを聞かせるためではない。災いの予言書に記された伝説の墓地使いたちよ。ふん。新たな力を手に入れる時が来たぞ。え、何？お、新章。第10章。僕らは同じ空を見上げている。誰？ Looking up at the same sky。新たな力？カイラ様、それは一体？そう。伝説の落ち使いであるお前たち一人一人に宿る真の力を覚醒するみんな。うん。てかさ、あれは？あの、イツキが持っとった妖怪ウォッチはどうなったん？降りかかる災いを退け、呪いを打ち払うハジャの力だ。もうあれ？あの、猫股たちの覚醒した姿はもう見られないんすか？この力さえあればお前たちは、ソラナキウイルスの影響を受けずに済む。なるほど！ソラナキウイルスに対抗するワクチンってとっか。うん。考え方としてはそのようなものだ。ふんふん。ハジャの力はウォッチ使いであるお前たちが、それぞれの力に共鳴し合って生まれるもの。一度鬼姫として目覚めた夏目には、ハジャの力が宿り始めているようだが。あ、じゃあ夏目は大丈夫ってこと？他の5人はそれぞれに、力を得るために試練を乗り越えねばならん。でもそんなすごい力俺にあるのかな？俺普通の小学生なんですけど。ね！普通とか特別とか関係ないよ。私はみんなを助けたい。ふみちゃん。よーし！俺も頑張る。みんなで一緒に力を手に入れよう。おー。決心はついてるだな。では、覇者の力の試練を受けるがよい。エンマ様。この者たちを見守っていてください。我々はまた妖魔界へ戻ります。いや。次は俺が向かう。妖魔界の危機。元大王としては放っておけん。元？今は？市街地の結界を強化してこよう。ぬらりよ。お前はしばし休んでおくかいい。今の王誰なの？エンマ様。承知いたしました。必ずこの者たちを妖魔界へ送り届けてみせます。じゃあな。お前たちとは一旦お別れだ。一足お先に妖魔界へ行ってるぜ。うん！頑張ってね、エンマ、カイラ様。俺たち急いで力を手に入れるから。急いで手に入れたような力で大丈夫なの？試練にはそれぞれのウォッチ使いを導く者がいるようだ。ふんふん。お前たちそれぞれの元の世界に戻ってみるがよい。導く者はそこで待っている。ここは未来よね。頼んだぞ。ことはまずこの世界で二人の試練を受ければいいのかな？五つの試練。お前たちならきっと乗り越えられる。信じているぞ、妖怪探偵団。試練を受けて覇者の力を目覚めさせてよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。なんかあそこにおる。妖魔界のみんなのためにも早く力を手に入れなきゃ。ミス！ええ、私たちで妖魔界を守りに行きましょう。
ジャの力の5つの試練を受けよう。ほい、ということで、とりあえず、この世界でできるサブクエストとか、なんかいろいろあればやっていこうかな。あ、これがキークエストってことやね。うんうん。不思議探偵者は違うし、これは妖魔界。これは過去でいいんかな。たらふく一番街。どんどろどんどろ煮込む音。真夜中の果たし状。あ、この辺はもうやっとるやつか。なるほどね。あれは？トレジャー写真。この辺も別に、なさげな感じやね。多分わからんけど。あ、そっか、ここ未来か。未来ということは？これは？中学校。あ、新しいの増えた、おじさん。よう、ブラザー。良い知らせと悪い知らせがある。どっちから聞きたい？悪い知らせはもう多分いつも一緒やろ。オッケー、まずはいい知らせだ。なんと新しい写真が見つかったんだ。アプリに送ったから、よう、チェケラウ。そして悪い知らせだが、追い求めるロマンが増えちまったってことだ。なんてクレイジーなんだ。うるさい、いいよ、もう。トレジャーてか、あの時の、何？ジョローグも。この人以外は現れんのかな。てか、この人の記憶全くないけど。これは一体、あ、妖魔界か、これは。何これ、何これ。なんか、え？手紙？あなたを思えば思うほど私の針があなたに刺さる。だけどあなたには信じてほしい。すべてはあなたのためなの。あなたを思えばこそ、きっと幸せにしてみせます。さあ、私のところへいらっしゃい。ふふふふ。ストーカーやん、怖。誰？これは、これってなんかつい最近行った試練のところやない？なんかあの、妖精剣取りに行ったところ。違う？これは、閻魔宮殿の鏡？かな？とりあえずこの世界で、未来の世界の、桜台に中学校。あ、あったんかなこれ。一応なんかそこに見えるけど、ちょいと待ってね。クエストじゃない。クエストじゃなくて、トレジャー写真。これどういう状態？あったんかなとりあえず一旦飛んでみよっか。じゃあ、運外凶リストで。多分あった。なっとるはず。行こう。はい、来たー。あ、多分あっとる。この辺。ん？でもこんな感じか？違う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 。ああ。違う。俺はこの学校の OB なんだ。今日も後輩に向かずに手伝いに行ったのさ。そうっすか。あー、マーク違う！ってことは違うのか。あ、じゃあちょっと待って。ケータに切り替えて、リンゴ飴渡しとこっか。はい。果物が丸ごと入ってる飴持ってきてくれた？リンゴ飴をあげる。リンゴ飴を手渡した。はい、リンゴ飴。これが欲しかったんだよね。本当に持ってきてくれたなんて、ありがとう。人間界にやってきて、こんなに誰かに優しくしてもらえるなんて思わなかった。それほどでも。お父さん、お母さん。大丈夫か。結局泣くんかい。お？雨になった。ちょっと、めちゃくちゃ雨降ってるんですけど。わかりました。このお嬢ちゃんは妖怪雨女です。なんとなくそんな気はしてたけど、もしかしてウィスパー今気づいたの？ウィス？いや、まさか、そんなはずあるわけないじゃないですか。ウィス？ええ、知ってますとも。この子は超有名お天気妖怪、晴れ男と雨女の間に生まれた娘さんなんですよ。大変な二人が一緒になったもんだな。そうだったの？そっか、お母さんも雨女だったんだ。天気を操るお二人の子供ですから、天気を晴れにも雨にもできるはずですが、今は雨女であるこのお嬢ちゃんが泣き止まなくちゃ、土砂降りもやめません。
シクシク。私の雨は涙雨、心の雨が降り注ぐ。うん。ねえ雨女、何がそんなに悲しいの？実は私、家出してこの町に来たの。うん。あの日私は、お父さんの晴れの力がどうしても使えなくて、泣いてばかりいたの。それでもう晴れの力を諦めたって言って、雨の力だけ使いたいってお父さんに言ったら、そんなんじゃ伝説の落ち着いのテストはできないぞって怒られちゃった。でもそんなに落ち込まなくてもいいのに。伝説の落ち着いさんは、お父さんとお母さんが結婚するきっかけを作ってくれた人なの。マジで？しくしく。私もいつかその人の力になりたいってずっと思ったのに、それなのに伝説の落ち着いってことは消えたってことやろ？お父様の言葉がショックだったんですね。だから私、雨の力だけでも伝説の落ち着いさんの役に立ってみせるって家を飛び出したの。ごめんなさい。でも私は、あなたたちに優しくしてもらうまで自分のわがままに気づかなかった。やっぱりお父さんの言う通り、こんな私にお手伝いなんてできるわけない。そんなことないよ。君は俺に力を貸そうとしてこの町まで来てくれたんでしょ？そんな勇気を持ってる子がダメなはずない。もしかしてあなたが天野啓太くん、伝説のウォッチ使いなの？うん。ねえ雨女、もう一度君の勇気を見せて。君ならきっと晴れの力を使いこなせるよ。うん、やってみる。お？あ、変わった！これは？この姿は、雨女のライトサイドの姿、晴れ女です。え？ケイタくんありがとう。私、何のためにこの町に来たのか見失ってた。でももう大丈夫。私の力、見ていてちょうだい。え、雨女と晴れ女、同一人物なんや。すげえ。おー、晴れた。素晴らしいやん。なんということでしょう。すっかり雨が上がりましたね。あなたたちに優しくしてもらって、私はようやく分かることができた。お日様。私の悲しい気持ちを晴らそうとしてくれた、あなたの晴れの心が私に光をくれたの。声まで変わったよ。なんか照れちゃうな。でも君が元気になってよかったよ。ありがとう、ケイタくん。さて、これからは晴れの力も雨の力も私にお任せ。こっちの世界だけじゃなくて、あなたの世界の天気も変えてあげる。小学校の雲外教ちゃんのところにいるから、天気を変えたい時に会いに来て。ありがとう。おー、天気が自由に操れるようになった。やったやん。晴れ女と雨女の力で未来と現代の天気を自由に変えられるようになった。これこの間のサブクエストの時に会ってほしかった。私めっちゃ時間ずらしまくってさ、やっと雨降り出したのに。私はお空を守るから、アークは渡せないけど、あなたのこと応援してるからね。うん。俺たち頑張るよ。かわいい晴れ女。やりましたね。雨降って地固まりましたね。何はともあれ一件落着でウィス。クエストと関係ないところでこういうのもあるんやね。面白い。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは他にもやっぱり妖怪とかでこうびっくりマークが出とる子たちはいろいろとあるんかな。そのクエストに反映されてないだけで。